僕は予備校に通うごく一般的な男の子。強いて違うところを挙げるとすれば、男に興味があるってとこかな。あ？やらないか。よかったのか、ほいほいついてきて。いいんです、僕、安倍さんみたいな人は好きですから。それじゃあとことん喜ばせてやるからな。しかしその時、予期せぬ出来事が。あっちへ。悪く思うなよ、恨みならこの性格にる。そうだ、ハブさん、来ちゃダメだ。いい男がのこのこやってきた。やらないか。あの男は誰かに似ていると思っていたんじゃないか。卑怯だぞ、男なら逃げるのよ。ところで俺の金玉を見てくれ、こいつをどう思う？すごく大きいです。お前、俺もバッキングが間違えてんじゃねえのか。しませんと、こんなわけでクソみそな結果に終わったのでした。